になってくれない？プリンセスコネクトリダイブ。どこまでも非現実的な美しく尊い夢を。まだこんな力が残ってたのか。プリンセスナイト、まさかあなたたちがここまでやるなんて。でもこれが最後よ。すべて終わらせ。もうやめよう。これ以上戦ってもいいことなんて一つもないよ。願いを叶える、そのためなら何度でも戦えるわ。何度でもね。どうしても戦わなくちゃいけないんだね。迷いは捨てて、そうしないと奴は倒せない。何としてもこの戦いに勝とう。そして叶えよう私たちの願いを。もう一度だけ私たちに戦う力を。決着の時だ。私たちの願いは叶わないの。せめて騎士君だけでもここから。私の邪魔をする者は決して逃がさない。ユイ、危ない。お前たちも全て私にひざまずけ。キチ君、おはよう。ごめんごめん、起こしちゃったわね。まだ寝ててもいいわよ。私も作業に集中したいし。ん？あんた、私は、まあ、アメスとでも名乗っておくわ。最近はもっぱらそう呼ばれてるから。無理に覚えな。うん。これも夢みたいなもんだから。私は見ての通りボロボロにぶっ壊れててさ。自己修復が終わるまでは。だから、私の代理としてあんたにはあんたの人生、つまり現実における水先案内人ね。ごめん、今回はこの辺でお別れしなきゃいけないみたい。現実は残酷よね。でもいつまでも夢は見てられないから。じゃ、またね。はじめちょろちょろ。おや、お目覚めになられたのですね、主様。私は
偉大なるアメス様によって派遣されたガイド役。名前はコッコロと申します。どうぞ以後お見知りおきを。主様をお守りし、おはようからお休みまで、ゆりかごから棺桶まで、誠心誠意お世話をするのが私なんなりとご用命を。主様。バトルでは私たちがキャラと基本的に、各バトルは自動的に進行いたしますので。まだ戦うのかな。攻撃をしたり受けたりしているうちに ATP が溜まると、強力なユニオンバース。全力全開、細切れですよ。プリンセスストライキア、すごい、ね、ほれ来ないで。主様、お疲れ様でした。装備品が手に入りましたね。この機に装備の仕方を説明いたしましょう。装備をするとキャラのステータスがアップします。お一人で装備できるものは6つまでと決まっております。6つの装備を集めればキャラをランクアップさせて、時折かけらや設計図といった形で見つかる装備品もあるようですが、この辺りで旅の仲間を増やしてはいかがでしょうか。このままペコリーヌ様、ユイ様、主様をお守りするために少しでも強い仲間が欲しいところです。そこでこの世界の大事な仕組みをお伝えいたします。ジュエルを消費してガチャを引くことができます。今回は私の手持ちからジュエルを提供させていただきますので、ご安心。心強い仲間が増えたようですね。ガチャの結果、もしすでに女神の秘跡はキャラのメモリーピースと交換できます。メモリーピースは新たなキャラを仲間にしたり強化したりできる重要なアイテムになります。それでは引き続きクエストに挑戦していきましょう。主様のために手早く片付けましょう。はっ、えい、この調子です。こっちそれ、えい、それはあ、光の御加護。助かったわ。覚悟はいいかしら。クリムバースト。ゆっそーれ。全力全開。細切れですよ。プリンセスストライク。来ないで。すごいね。うん。とってもいい感じ。